愛のルーメソから。携帯渡したっけ？あ、ありがとう。じゃあ登りましょうか。うん、抱っこしないとこれ。行けるんじゃない？ここだったら。ほら、行きたがってるよこれ。これは行けますですよみたいな話も。ポポやってみるか。ポポ行くぞ。こんちか行くぞ。いや持ってて携帯。多分落ちるこれ。うん、これは開け。落としてもいいんだ。はい。これひょいって登ったぞ。じゃあ登りましょうか。手洗い場だっけ。あ、ないね。うん、いやそれはないでしょ。コロちゃんだから今。さあ、あるでしょうか、ご主人。俺はね、あると思うよ。どう思う？いや、まだあるでしょ。全場。これ炙り神社だっけ？あ、だね、書いたんで。あー、すげえ、このニュース聞き俺善光寺思い出す感じだな。あ、あのハゲてるとこあそこか。へえ、ほら今日あれ綺麗だよ、江ノ島が。いいね、このチリチリ頭。どうする、ご神社回ってくる？まずはご神社ね、ご神か。まだあるな、あれ。じゃあちょっと持ってて、はい、一緒に行くの？一緒に行く。じゃあ、あなたが依頼をしてください。いや、君が依頼してください。今、掘り出せないっていうの。あ、私が飛んでるから。あ、そう、はい、あ、そういうこと。あ、これ、すげえ綺麗。一個でいいね。一つあればいい。二つ？一つでいい。何これ？五十体限定桜マモル。普通の五人は？いただいていく。いいよ。春限定の御神を一つと、はいはい、炙り、うん、御神を一つ。こちらの、うん、はい、今あの通帳に書き置きして、あの通帳に書いてませんので書き置きになりますけど、よろしいですか？了解です。あ、了解です。仕事の癖でちょっと桜守りっていうのを一つお願いします。お好きなのね、あの全部違うので。あ、本当は違う。じゃあ二つにしますか。二つにしてみます。あの、これ全部違うんだ。アルコールでちょっと失礼。はい、ちょっと失礼です。はい。綺麗、どうしようかな。ちょっと、やっぱり、あの、それと、桜守り。悩んだ。これ全部違うの。それどうしてもそうなっちゃいますよね。あ、そうなんだ。
これ、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 それ、待ってよ、お金払ってないからまだだよ。あ、いや。あ、それ綺麗じゃん。どれも綺麗なんですけど。合わせてこちら2400円の紙に。え、買わないよ、じゃあ。なんでメイクに買うの。じゃあ待ってね。大丈夫、大丈夫。震えてんの、寒いのまさか。何震えてんの、うん、大丈夫です。あ、はい、お疲れ様です。見ますか、春ちょっとね、あれ夏は撮れたんですけど、夏は撮れてないのか。夏は撮れない。この時に夏は秋山、秋と冬山。これ今は冬山、春が撮れてないんです。いや、これ撮れない。いやいや、全去年まだ、うん、コロちゃんだ。ポップするのじゃないんだ。ただそう。あ、ついてリード持ってて、ちゃんと。はいよ。まず、これね。夏山からなの。夏なんですよね。この、うん、このちょっとね、レアいんですけど、じゃあ見せて、うん、この炙りのね、炙がちょっとね、ボゲてる。こう幻の一品。っていうの申し訳ないけど。世に出る予定じゃなかったやつ、ね、ちょっとこれないんですけど、これですか。いやー、十分ですよ。で、これが秋、うん、秋、秋もう一個残ったっけ。秋はここ、それで一つ、私とサイプンの分、あと冬が今か。え、だから冬は、あ、僕は泣いちゃう。冬多分ないと思う。冬これじゃないの。え、これだ、春だって。冬はあれなんじゃないか。あ、こら覚えない。で、今回のダメ、パパ座る、座る、座る。何度も興奮してんの。で、犬がいるから。あ、本当だ、冬だね。あ、じゃない、春だね。綺麗。これが炙り神社とか、うん、後ろをバックに。あ、ごめんなさい、ママ。これが春の甲子園ですね。で、まだありますね、たくさんね。いや、たくさんあるかは知らない。わかんない、たくさんあるか、わかんない。一緒にいました。たくさんではないと思う。これ多分第1週、3月じゃあ2月のなんか月曜日からやってたよね。先週え、3月の1日だったの。1日から。いや違う、月曜日から確か。だって春だから、うん、あ、そういいのか。3月1日からだね。3月1日か。お守りもこっちに一旦入れとくよ、全部。うん、あっち、お守り見せて。ああ、もうちょっと余計なこと言うかな。慌てすぎ。ちゃんと余計なこと言うかな。慌てすぎ。持ってるよ。ダメだよ。ダメ。座る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 。お座り。お座り。座る。お座り。座るで教えてるから、多分座るんだと思う。これが50体限定のスマホで、これ結構ありました。700円です。そんなもんだよ。ありがとう。というわけで、無事目標の春御朱印が手に入ったので、ちょっと私はあそこ行こうかな。でもあそこの水飲めないし。え、あそこ飲めるでしょ。え、飲めない水じゃん。だっけ、確か。飲める飲める。あ、そうだっけ。うん、ちょっともらいに行ってくるから。じゃあちょっと持って。じゃあちょっとできるか。